2023年10月12日、テレビ総筆記アニメドラえもんが特別な放送を行った。この日のエピソードの終わりに、ドラえもんの声を26年にわたって担当した大山信貝さんを、私部約4分間の影響が流された。大山さんは、彼女のハスキーボイスで数多くの子供たちに夢と希望を届けてきた。90歳での絶叫は、多くのファンに深い悲しみをもたらした。特別映像では、ドサンさんの稲城面積が、映画やテレビのエピソードから選ばれ、ゆぬし出された映画の B 大の恐竜、やの B 大と銀河町特集、さらにはドラえもんだらけ、や夢の隊のビータランドの場面が流れる中、彼女の声が向き渡る。そ視聴者は、彼女が育がり出したドラえもんの魅力に心を奪われ、懐かしい瞬間をたたび思い起こさせられる。そして最後には名作帰ってきたドラえもんの影響が静かに流れ、大山さんの攻撃を抑えた。 SNS では視聴者からの感謝と悲しみの声で忘れた。ドラえもん、今日の最後は立てける、ありがとうドラえもんといったメッセージが散見され、大山さんの影響力がいかに人々の心に残っているかを物語っている。多くの人々が彼女の優しさと愛に拝まれて夜立ち、人生の大切な穀物として記憶に刻まれていることが試された。この追悼は彼女が築いてきたドラえもんという文化の一部でもある。26年間という長きにわたり、彼女はこのキャラクターを通じて数多くのメッセージを伝え、友情や勇気、夢の重要性を教えてくれた。公式サイトでも大山さんへの追悼文が掲載され、彼女の名声は永遠に人々の心の中で生き続ける。おいたさんのブガさんの不足は、多くのファンにとって別れの悲しみをもたらすが、その声は決して消えることはない。彼女の演じたドラえもんは、これからも時代を超えて愛され続け、思い出の中で生き続けるだろう。ドラえもんの冒険を通じて、彼女が届けた夢や希望の中は、子供たちの心にしっかりと根付いている。